はい、こんにちは、猫のクレソンです。よろしくお願いします。今日は、ちょっと実はゲストを迎えておりまして、中出川君といいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日実はですね、中出川君、初めて働いたところでしたっけ。そうですね。そうですよね。そこ何年ぐらい進めて。5年ぐらいですね。で、今日退職したということですね。で、退職した、記念にというか、そうです、まあ、新しい今度仕事にも欲しいということで、はい、大幅にちょっと見えてみましたというふうに見ておりまして、新しいちょっとね、中出川というのを今日は発見してもらいたいと思って。よろしくお願いします。どうですかね、なんかこうどう変わりたいと思ってますか。まあ、今まであんまり髪の色を変えたことないので、まあ、比較的色を変えて、はい、いようかなと。なるほど。もう何色でもいいか。何色でも、まあ、はい、最低限外歩けるレベルで何色でも OK です。わかりました。じゃあちょっとカットで、はい、こうかなと思います。まあ、カットは割と、まあ、いつもちょっと短めでいってるので、それに合わせてちょっと髪色が僕よ、はい、楽しみに。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあまず横っちゃいます。はい、ブロックですね。金属は何年ぐらい。金属これです、これです。入社5年か。5年、5年で、まあ、で大学生卒で今の会社で終わりの働いて、まあ、今度の会社はちょっと髪の毛も自由だということで、カラーはしたことないよね。うちでないですね。人生でやったの1回だけですね。あ、1回だけ。あの高校の体育祭でそのチームカラーみたいなのみんな入れるみたいな。へえ、あるよね。なるほど、そうだ、そうだ。一緒に多分教育来た時、大学生そうでしたっけ。知らったか。大学生でしたっけ。うちに通ってるのは多分もう10年ぐらい経ってます。オープンにも立ち会ってます。ああ、そうだね。だからうちももうすぐ1月の20日で今度10年で一緒になります。なります。なるほど、そうですね。10年選手ですね。よし、じゃあ1回ね、ちょっと乾かします。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。カラーしております。ブリーチに見たところに何色が入るんでしょうか。楽しみにしててください。ドキドキ。やっぱ際が痛いですね。際がこの辺。そうです。かわいい。今日か。確かに。いや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 、またよく見ます。全然見えてない。かけない。殺すけど。はい、ではですね、今塗り終わりました。これですね、どんな色になるのかお楽しみにというところでしょうか。どうですか今。めっちゃ痛い。痛い。ただ痛みの数だけ持てるよっていうことです。名言されてます。本当か。はい、じゃあできました。ありがとうございます。中出川君はあのメガネをしてないと本当に何も見えない人なので、じゃあ出来上がりですね。ちょっとメガネかけてチェックしてもらいましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。ドキドキですね。おお。誰ですかこれは。すごいよね。シルバーの瞬間。やばいですね。やばいよね。眉毛も。そうですね。ちょっとあんまシルバーすぎるとちょっと肌に馴染まないかなと思ったんで、ちょっとベージュ寄りのシルバーに仕上げて。ありがとうございます。あ、出す。ね、後ろもやばいですね。こういう感じでちょっとすっきりね、夏なんで。はい。特に後ろは自分っぽく見えないですね。そうですね。もう後ろから見たら誰かわからないっていう感じの状態になっております。はい、これこそイメチェンですね。はい。そうですね。もうちょっとこの
シャツのボタンをね3つぐらい上げてもらってもはたけていただいて帰っていただけるといいかなと、誰も見てないですからね、はい、いやありがとうございました。こちらこそ本当に完璧なプレゼンを、ありがとうございます。新しい生活を楽しんでください、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またありがとうございました。